第三者の証拠じゃなかったら証拠なりません。じゃあそれね、でもね、坪田さんは第三者の証言じゃないと意味ないって言ってたから、残念。第三者なんか必要ないんだよ。ガイダンスなんか必要ないんだよ。坪田さんが言ってたのに。ガイダンスなんか必要ないんだよ。